西ボスニア自治州の拡大図。黄色は、クライナセルビア人共和国。薄桃色はスルプスカ共和国。緑はボスニアヘルツェゴビナ政府軍支配地域。西ボスニア自治州はボスニアヘルツェゴビナにかつて、短期間だけ存在した、承認されていない、事実上の自治州。1993年に成立し、1995年に消滅した。後に、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のウナサナ県の一部となったベリカ・クラドシャを首都とし、その周辺地域を事実上支配していた。この自治州は、ボスニア・ヘルツェゴビナ北西部において、ボシュニャク人のフィクレトアブリッチのボスニア中央政府に対する反抗によって分離した。西ボスニア自治州は、ベリカ・クラドシャ及びその付近の5つの村を含む地域をその領域として、 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中の1993年に地元の分離主義者フィクレト・アブリッジによるボスニア・ヘルツェゴビナ中央政府に対する反抗によって分離され成立した。西ボスニア自治州は紛争中国際的に承認されたボスニア・ヘルツェゴビナの中央政府に反してセルビアを中心とするユーゴスラビアやクロアチアに協力した。 西ボスニア自治州の領域は1994年にボスニアヘルツェゴビナ政府軍に包囲されたものの彼らはその年のうちに駆逐され自治州は復活した西ボスニア自治州は1995年に西ボスニア共和国に解消し同年にクロアチアと対立していたクロアチア領内のクライナセルビア人共和国に対するクロアチア軍の侵攻において クライナ・セルビア人共和国の最後の防衛戦として機能した。その後まもなく、西ボスニア自治州は、トラ作戦によって軍事的に解消され、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナ政府の合同部隊によって完全に解体された。その領域は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に編入され、ウナサナ県の一部となっている。 フィックレとアブティッチはその後も当時のクロアチア大統領、フラニョ・トゥジマンと良好な関係を保ち続け、クロアチア市民権を与えられ、クロアチアで数年を過ごした。トゥジマンが1999年に死去し、クロアチア民主同盟が2000年の選挙で敗北すると、アブリッチは逮捕され、アリア・イゼトベゴビッチ率いる、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府側に就いた。 ボシュニャク人に対する戦争犯罪の権威で訴追された。裁判はクロアチアで行われ、アブディッチは懲役15年を言い渡された。2002年以降、アブディッチは刑に服している。西ボスニア自治州の経済は、ベリカ・クラドシャのアグロコメルスに依存していた。セルビア人勢力及び、クロアチア人勢力と協定を結んでからは、西ボスニアとクロアチアとの間の貿易が行われ、 また西ボスニアは、クロアチアのリエカの港に免税貿易地域を獲得した。ありがとうございます。